どうも、タカヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、ビートのハンドルアップスペーサーの 6mm を購入しました。はい。そのご紹介とね、取り付けの方をやっていきたいと思います。これは何かと申しますとね、その名の通りね、ハンドルの位置を上げることができます。はい。で、なんで上げたいかというと、僕のバイクね、ハイシートをつけて、座面が3センチ上がって、で、さらにこの間ね、バックプレートってやつでね、バックステップになったんで、かなりね、今ね、前傾なんですよね。うん。で、その状態で、最近ちょっと、梅雨入ってる状態で、遠出できてないんですけど、近所を走るだけでも結構、腕に負担が来てるなっていう感じで、これ遠出したら絶対疲れるかなっていうのが分かったんで、ハンドルの位置をね、ちょっとでも上げたら楽になるかなと思って、このアイテムを購入してみました。はい。で、僕はね、買ったやつは6mm なんですけど、他にね、12mm っていうのもあったんですけどね。うん。で、12mm だとちょっと上がりすぎかなと思って、あんまり上げちゃうと、またライディングフォームがね、崩れてしまうし、価格もね、実はこの倍するんですよね。うん。なんで、他のね、5mm の、他社から出てるんですけど、そのレビュー見たら、5mm でも結構変わったって話だったんでね。6mm でいいかなと思って、6mm にしました。はい。こんだけでね、どのぐらい変わるかどうかっていうのはね、つけてみないとわかんないんですけどね。うん。ではね、取り付けの方をやっていきたいと思います。僕のバイクにはね、デイトナのハンドルバーがついてますんで、それを外していきます。で、USB 電源とかはね、事前に外してあります。で、ここね、六角のネジになってるんで、これをね、外していくんですけど、ここのネジがね、最初外すときは本当に硬かったですね。うん。安物の、なんていうか、短い六角レンチだとちょっと外せないと思います。ここね、外すの結構苦労したのを覚えてます。はい。で、外して、基本的にはね、ハンドルを外すんですけど、2本で止まってるだけなんですよね。実はね。で、ここですね。ここの六角も外していきます。で、ここも硬いんで、気をつけてください。はい。はい。ってことで、外れましたね。はい。で、ここはネジ2本で止まってるだけなんでね、こうやって簡単に外せます。はい。で、今ね、タオルで拭いてますけど、そんなに汚れてなかったですね。うん。綺麗でした。はい。大抵のバイクは汚いんで、パーツクリーンなんかでね、汚れ取った方がいいかもしれないです。で、このスペーサーをね、こうやって挟み込む感じで、あとは締めていくだけで、作業的には本当簡単ですよね。うん。ただ、最初にね、その六角のネジが外せるかどうかですね。かなり硬いんでね、うん。今ね、ちっちゃいネジをお見せしたと思うんですけど、そのネジもね、付属してるんですけどね。で、その小さいネジで止めた場合なんですけど、こうやってね、ハンドルのね、絞り幅を調整できるんですよね。うん。こうやって絞ったりできるんですけど、ただね、転倒した時とかは、間違いなくタンクをへこます可能性もあるんで、あんまり、なんていうかね、うん、おすすめできないというかね、僕はやんなかったですね。この付属の長い方のネジを使って、完全に固定できるように。はい。その方がいいと思いますね。ちょっとね、取り付けて、ちょっと走ってこようかなと思ったんですけどね。うん、ちょっとめんどくさいしと思って。はい。普通に取り付けしました。はい。でね、今片方ついた状態ですけどね。見た目はそんな、こっからだとちょっとわかんないんですけどね。うん。ちょっとね、写真にお見せしますけど、どうでしょうか。これ、黒いんでね、そんなに目立たないですよね。で、ちなみにね、色は、他にゴールドがあったかな。うん。さすがにそこを目立ってさせるつもりはなかったんで、はい。赤色だったら赤色でもよかったかなと思ったんですけど、はい。で、こちら側も、
同じようにやっていくんですけどね、特にね、まあ難しくはないです。こっちなんていうかね、マスターシリンダーとかいろいろついてますんで、どうかなと思ったんですけど、まあ全然簡単です。はい、全く同じ作業をして取り付けていきます。てなわけで、ネジを締めてね、あとねデイトナのハンドルバーを取り付けて、まあ、作業終了しました。はい、どうでしょうか。まあ簡単ですよね、うん、はい、ということでね、まあこの後ねまたがって、まあ様子見たんですけど、まあ高が6ミリなんですけどね、うん、でもね、まあ、すでにねこの時点でちょっと上がったかなっていうのが分かりました。はい、なんでねちょっとね走ってきたんで、その様子をご覧ください。はい、ハンドルアップスペーサーをつけてね、今ちょっと待ち乗りしてきましたけどね、タガが6センチアップしただけですけど、だいぶ違います。こんな変わんねえだろうと思ったんですけど、結構アップになりましたね、ちょうどいい感じです。正直ね10ミリ12ミリ、うん、購入も考えたんですけど、6ミリで十分ですね。あんまり上がりすぎちゃうとコーナリングにちょっと支障が出る可能性は高いですね、うん、思った以上に。はい、今ごめんなさい、ちょっとね、ま、雨降ってるかなこれ、うん、ちょっとしたカメラにレンズに水滴がついてるかもしれないですけど、はい、ごめんなさいということで、まあ、この梅雨時の晴れ間をねなんとか縫って走行してますんで、はい、やっと晴れたと思ったら太陽が出てるけど雨降ってます。はい、いつものとこ行きましょう。はい、でやっぱね、あのバックステップになって、僕の場合川崎のハイシートがついてるんでね、かなり前傾が強かったんですけどね、これでだいぶ良くなりました。ちょっとあまりにも前傾だったんで、ちょっとまだねそれつけてから遠出はしてないんですけどね、ただ絶対これ疲れてくるなと思ったんで、このスペーサーをつけたら多分ちょうど良くなる感じがします。はい、この辺で一回止まりますね。いやー雨降ってると思わなかったな。太陽は出てんですけどね。はい、よし、まあ、ハンドルスペーサーねここについてます。はい、結構降ってますね雨、結構濡れたな。こんなほら天気いいんですよ。でもまあ予報は雨なんでね、まあしょうがないところがあります。もうちょっと近所走ってこようかなと思ったけど、ちょっとまだ降ってるなこれ、うん、まあ、ちょっとごめんなさいね、話がそれましたけどね、このスペーサーつけてちょうどいいと思います。はい、まあ、僕の場合やっぱハイシートがついてるんで、うん、ちょっとねノーマルシート持ってきてるんで、ちょっとノーマルシートに変えてちょっと走ってみようかな、せっかくなんで。雨も多分止むでしょう。はい、ちょっとね、本当のやっぱハイシートをね、その前バックステップバックプレートをつけた時ハイシートついたままだったんで、その違いもね出るかもしれないんでね、これハイシートね、でノーマルシートね変えます。久しぶりです。最近もう近所回りしかできないんで、まあノーマルシートで十分なんですけどね、結局せっかく買ったからってことであんま変えてないんですけど、よし、簡単っすね。でシートを持って帰ります。おおかなりノーマルシートになるといいですね、足つきが楽、やっぱ違いますわ。ちなみにねハイシート3センチなんですよね、あれ3センチも高くなるんで、
やっぱお尻がそんから上がるとね、ポジションもだいぶ違うと思うんで。よし、ではね、ノーマルシュートでちょっとその辺行きますか。よし、作ったよね。あ、ちょっと待った、あ、ついてる。よし、じゃあ行きましょう。はい、でまた週間天気予報がずっと雨で、また外走りに行けない状態が続いてます。全然遠出できてないですね。あのヤビツ以来全然走り行ってないです。なんでいろいろね、試したいんですけどね。あ、やっぱね、ノーマルシートにするとお尻が下がるんで前傾具合も下がりますね。なんでまあすごくね、ハンドリング楽です。ただお尻は、お尻に荷重いくと思うんで、その分痛くはなると思うんですけどね。はい、あ、やっぱ違いますね。コーナリングはちょっとあれかもしれない、うん、でステップはそんなに変わんないかな、そっちの方、うん、これでまあ例えば高速道路とかはね、すごく楽でしょうね、うん、高速走行とか直線とかね、やっぱ長距離ツーリング行った時は本当にこの方が楽だと思うけど、でもやっぱハイシートにしないとそこはお尻が痛くなると思うんで。でまあさっきも言いましたけどね、高が6ミリのアップですけど、結構ね、そんなにねびっくりするほどは変わんないんですけど、やっぱ変わった感覚っていうのは分かります。はい、で12ミリの方買わなくてよかったかなとかちょっと思ってます。まあ、ここの方なんですけど、まあ、そんなに不都合はないですね。とりわけ面倒になったわけでもなく。はい、本当はね、なんか雑談動画今日撮ろうかなと思ったんですけど、雨降るから退散しようかな一回。曲がっていきます。えい、まあ、また、ね、しばらくずっと週間天気は雨なんで、まあ、遠出できないんでね、まあ、いずれそのまとめレビューみたいなのまたするんでね、うん、ここでお伝えしたいと思います。はい、肩が6ミリですけどね、効果はありと。感じでした。まさか雨が降るとは。ごめんなさいね、このカメラに水滴がついて見づらいかもしれないですけど、はい、こんな感じでした。ではね、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うっしゅうっしゅうっしゅ。